ザ・菅平と言われるスポットを今回はちょっと満喫したいなと思います。定番スポットパワータックルゲームにやってきました。河村慎さんは結構ねしょぼいんですよ河村慎さんは絶対超える。急げ試験助走して。おー、行ったんじゃない行ったんじゃない。結構来ました。来た念願の光です。おはようございます。おはようございます。現在私夏合宿の聖地菅平に来ております。自主練という名目で来たんですけど、まあ、ご覧の通り人が一切いません。ということで現在朝散歩中なんですけど、学生時代なかなか行けなかった、まあ、ザ・菅平と言われるスポットを今回はちょっと満喫したいなと思います。でそれを動画にしますので、はい、ということで、まあ、もうちょっと散歩しますんで。母校の東海大学がちょっともうちょっといたところかな、練習してるみたいなんで、ちょっとそちらまで行きたいと思います。取った取ったじゃあ行くか。はいっす。東海の練習行ってきました。練習終わってたんですけど、まあ、監督と話してきて、久しぶりに話してきましたね。監督どんな感じだった？監督はダンディでしたね。だいぶやっぱりということで、ちょっと日にも浴びたんで、この菅平セブンイレブンに行ってスイカバーを買ってきます。大好きな。でその後はちょっとね、体動かすんでエネルギー補給としてスイカバーを買ってきます。スイカバーなかった。で何買った？スイカゼリースイカが好きなの？スイカは普通。意味が分かんない。ここのセブンイレブンスイカはなかったんですけど、代わりにビーレジェンドのプロテインが多分日本で唯一置いてるセブンイレブンなんで、おすすめのセブンイレブンとなります。遠方から来る価値ありです。ということでこれ食べて、これがちょっと体動かすんでしっかりエネルギー補給したいと思います。もう行く？ということで菅平の定番スポットパワータックルゲームにやってきました。これはそこのタックルバックにタックルして、まあ、パンチングマシーンのタックルマンみたいなやつなんですけど、ずっと来たかった。高校大学ずっとやりたかったけど、まあ今までこの日のためにちょっとね取っといたんで、今日はしっかりやりたいと思います。そしてここ200円するんだ。200円入れて、250以上が出ると名前を載っけてもらえると。なるほど。でここでまあ歴代の250以上の選手の名前がずらーっと書かれてるんですけど、まあ知ってる名前結構いました。で今日の僕の目標、はい、こんだけ名前あるんですけど、2020年今年ですね、まだ一人しかいません。まあやってる選手も少ないかな。まず僕の目標その1、2020年のチャンピオンになる彼を超える。彼を超える。ティモテ・ポロ選手を超えます。高校1年生高校1年生ティモテ・ポロ選手を超えます。そしてまあ知ってる名前結構あったんですけど、うん、もう一人さすがに超えたいなと思う選手いました。はい。河村慎さん。おお。河村慎さんは結構ねしょぼいんですよ記録が。うん、まあいつのか知らないですけどはい。なので河村慎さんは絶対超える。じゃあ行こう。結構でも怖いな。どんな感じか分からへんから、一応ねちょっとさっきこの撮影前に肩当ててました。テイク2なしやね。一発勝負。うわぁ。え、いやもういけんじゃん、これで。ほんま？よし、じゃあ行くで。うん、待って10秒ぐらいになってる。やばい、行きます。こっち、
分からん分からん分からん。10秒過ぎた。え、10秒過ぎた？いやいや出るやろ。あ、2度目のブザーは終了の合図です。鳴った？鳴った。2度目？うん、うわあ。え？いやもういけんじゃん。これで。ま。じゃあ行くで。うん。待って。ちょっとやっぱ読まなあかんわ。ルールは？ルールは、1度目のブザー、俺らが驚いたあの1度目のブザーがもうスタートの合図。うん。で、2度目のブザーでも終了で、さっきの2度目のブザー鳴ってから、うん、行ったから記録出ませんでした。はいはい、ということで行きます。急げ、試験助走して。おお、行ったんじゃない、行ったんじゃない、結構行った。どう157よね。だって壊れてる。だって壊れてる。だって俺の前も157やったよ。違えよ。じゃそうやって。そうや。157が今日のベストが出たんだよ。下がベスト。今日で、ただいまの記録。157。シンさんと120ポイント差。そんなことある？今俺結構普通にいったで。いや信じられへん。これはあれちゃん、今年まだ2人しかやってへんから硬いんかな。ここがあんまり動かへん。多分ちゃんとした記録取られへんのか。どうする、もう一回やってもいいけど、もう一回やっても多分ちゃんとした記録は取られへんと思うから、これで終わる。終わろっか。終わろっかな。うん、いいんじゃないかな。うん、結構マシーン。言っとくわ。みんなのために言っときます。お願いします。お願いします。もう一回200やん。いや結構みんなね、インパクトやばいよ。ほんま今のあかんかった。ちょっと弱いかも。じゃあ本気でいくわ。うん。で多分これインパクトじゃないの。どこまで行ったかなの。だからこう。そうなの。多分ね。だってインパクト測り方ないじゃん多分。そうやな。奥まで行ったなんかセンチみたいな話だと思う。あ、オッケーオッケー。だからちょっと足こぎっていかない。うん。左足が重要や。そう。すぐ帰ってきちゃいけないみたいな。行きます。オッケー、しっかり助走して。行った180、新記録超えました。強くなってる。あと180な、ほんまに。これほんまに180な。ほんまに180な。もうかなり正しいと思うよ。これな、タックルバックが結構新しくなってんやんか。うん。もしかしたらこの記録は参考になれへんのかもしれん。なるほどね。記録2020から変わってる感じか。2020から多分変わってる。だからティモテポロ選手だけしかおらへんね。なるほど。すごいよティモテポロ選手にしても。うん、だから一人とかしかやってへんのじゃなくて、今年はまだ一人しか出てないだけ。チャレンジャーはいっぱいいたってことか。チャレンジャーはいっぱいおった。今まで通り。まあじゃあしゃあないな。じゃあ僕はティモテポロ選手に負けました。他の選手とはそのあれが違うから参考にならんかったけど、まあ楽しかったです。楽しかったらいいってことで、お昼ご飯にしますか。うん、そうしましょう。もういいよ、
チームさんにごめんなさい、いらない慶応高校時代の、神奈川選抜として菅平を訪れた時の、高校2年生の時の新さん、名前切ってすいませんでした。はい、これでもおかしいと思うわ普通に。142今、142です。聞くよ、聞くよ、聞くよ。え、そういうこと。確かに乗ってるあの学校見たら全部あのロータックルの学校ロータックルの学校、タックル低い学校、まあ、慶応とかそうだもんね、うん、行くぞ、待って、185、やったやるじゃん。もうええよ、飯行こう。今のはなし、あの人のアドバイスもなし。なんなん、また、あ、検査が痛いんかもしれない。行こう、飯行こうね。また来年やな。また来年挑戦します。はい、ということで、みんな川村慎さんの記録チャレンジしてください。じゃあ飯に行きます。飯行きます。はい、適度な運動もしたので菅平名物焼きカレーを食べに来ました。こちら、メルセさんですね。もうずっと食いたかったこれこれも大学も耳にだけしてたからもうずっと食いたかった。もうこんな機会なんて、食っちゃいたいと思います。で、なんでおるん？なんでおるん？あのここ家近いんで、ここからあのカレー食べに行きました。したらあ、カレー食いに行きたいやん。そう、カレーただ食べに行きたい。あ、よく来るんや。はい、たまに。何回目？初めてかな。初めて。はい、あのでも家近いっていうのはほんま？それは本当です。長野に住んでて、今実家に帰省してて、あの結構親の巣かじって長野に帰省してる野口くんです。あのセブンズの代表で一緒にやってて、まあもう僕が呼びつけたんですけど、はい、じゃあ来てくれたんで一緒にカレーを食べて、じゃあここからは共に過ごすという感じでいいんかな、はい、お願いします。よし、ということで行ってきます。はいっす。まあもう焼きカレーやろ、はい、え、ここで焼きカレーの味で選べるってことですかね。メニューは焼きカレーか、あと普通の熟成カレーです。あー、もうそれは焼きカレーです。あと焼きましょう。ありがとうございます。1つからご注文。あ、じゃあ焼きます。焼く焼きます、はい、焼きカレー3つと、はい、トッピングでナスかトマトがお選びいただけます。定番はどっちですか？どちらも出ますので、お客様は好きな方で。じゃあ僕ナスで。はい、じゃあ僕トマトで。はい、僕もトマトで。はい、ありがとうございます。で、揚げ鶏を1個ずつ食う。3つください。俺大丈夫。あ、2つで、はい。で、飲み物が、はい、僕、ジンジャーエールで、はい、僕、リンゴジュース、はい、ウーロン茶で、はい、リンゴジュース、ソフトドリンクの中で一番高いやつってな。やっぱ長野、ね、全然値段見てなかったっす。やっぱ長野やったら、決まりなの、聞いてかなるの。リンゴ売り出さないと、1000円。普段飲んでんのに、はい。高校の時に、あ、大学の時かな、まあ、なんか保護者がめっちゃいっとってん、ここ、うん、焼きカレーっていうワードタックル、うん、で焼きカレーってワードはね、聞いてたし。そう、ほんで、おかんが食って、で、合宿から帰ってちょっとしたぐらいに、あの、実家の晩飯で出てきた。だから俺高校の時やわ、じゃあ。焼きカレーですか？うん、カレーじゃなくて焼きカレー、うん、なんかちゃうねん、それ。俺は何がちゃうのか分からず食ってたから、今日何かちゃうってなったらいいなと思ってます。一つ、はい、ありがとうございます。
はい、うまそう。ありがとうございます、はい、うわ、ナスでよかった。めっちゃうまそう。全然変わらん。ナスでよかった。全然変わりません。ナスで正解よ。来ました。来た、念願の焼きカレーですなんかこういう食レポみたいなの初めてやから嫌やな。あ、そうなんですか。いや、そうやろ。俺がいつ食レポすんのなんで食レポ初めてが意外な感じ出してる。あ、全然大丈夫です。うん、おしでっか。でかい。すみません。体調に合わせて。ありがとうございます。体調全般。ありがとうございます。あとでお写真いいですか。はい、ぜひ。絶対熱いですよ。うん。うん。もしかしてやけど焼いてるわしょうもないわ、マジで。これ焼いてますそうだね、かったな蒸したりとか、はい、はい、だからね、大丈夫ですこれ焼いてるわ、完全に笑って大爆笑、注文はうまっ。うまいな。めっちゃうまい。いや、ナスが効いてるわ。うん。あ、うまい。うまいね。うん。大満足でした。多分焼いてるよな。起きたら焼きカレー頼んだら多分焼いてもらいます。ありがとうございます。行きますか。行きましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹を満たしたんで、衣食住の食は満たしたか。食満たした。衣？衣行こうかなと。お、買い物。菅平で買わずにはいられないものを今から買いに行こうと思います。おいっす。まあもうこれでどこに行くかはもう分かるよね。大体。楽しみだ。うん。よし、じゃあ行きましょう。おいっす。ちょっとリュー T シャツ。買いたいなと思います。着る用途としてはもう街中を歩ける感じ。これ思ってるより、え、これ滝だね。大丈夫、ほっそほっそどうJK すぎ189じゃないよな。89だよな。